この動画は以下の要素を含んでいます。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。これはポケモンの世界でお前許さないからなって意味で。満面の笑みで怖いこと言うなよ。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。久々のポケモン、ニグでございます。ポケモンの実況、だいたい1年ぶりか。確か前まではお前じゃなくて霊夢がやってたよな。そうそう、そうなんですよ。なので霊夢がやってたスイッチ4でごともぎ取ってきました。コンビンに取ってあげろよ。大丈夫大丈夫、ツバつけとけば治りますよ。そもそももぎ取らなければいいだけの話だけどな。ってことで今回やる企画はこちら。オドミン、おしぼけ統一大会。終わり。終わるな終わるな。説明しよう。オドミン推しポケ統一大会とは同じポケモン6匹で参加する対戦会。視聴者とバチボコに推しポケで戦えるってことですね。へぇ、面白そうな企画じゃないか。別名視聴者ストレス発散大会で。違うよ。今回使うパーティーはこちら。ラグラージ艦隊で対戦相手にラグラージの良さを布教したいと思います。久々のポケモン、果たしてどこまで戦えるか楽しみだな。あと今回録画ミスでゲーム音がダブって聞こえますごめんね。お前許さないからな。ってことで対戦相手が見つかりました。お相手のパーティーはフライボン、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 フライボンです。そりゃそうだろ。これはもしかして第3世代初登場ポケモン同士の戦いになりそうだね。ラグラージ対フライボン、タイプ相性的には互角って感じか。これは小技というよりかは堂々と殴り合うのが良さげですね。ってことで先発は物理特殊どっちでも安定する直帰ラグ。控えにリンドのミラグとタスキラグでいきましょう。対戦、よろしくお願いします。先発はフライボン。予想通りですね。ここでフライボン以外が出てきたら逆に面白いけどな。というか相手のフライボン、色違いだったね。色違いのフライボン、一体何してくるんだろうな。尻尾を振るとかじゃないですか。色違いにしてやることか。お相手は爆音波を打ってきたね。あれ、ラグラージ硬くない？クック、こっちの初手は直帰ラグ。特殊相手には無類の強さを誇るのだ。お相手は喉スプレーを消費して特攻を上げてきたな。あっためそれされると畑落としの威力が下がっちゃう。見事にこっちの狙いが透かされたね。はい、もう許しません。4倍弱点でボコボコにします。逆切れしないでもらえます？よし耐えた。返しの冷凍パンチを食らえ。よし、フライボン突破。うまく冷凍パンチが刺さったな。体力的にももう1体くらい相手できそうですね。お相手の2体目はフライボン。しかもこっちも色違い、フライボン愛がすごいな。なんかすごい視線感じるんですけど、フライボンは身代わりか、一旦様子見ってことか。おそらくこっちのあくびを読んだのでしょう。しかし、こっちは元からフルアタ型、変化技などという甘えた技は採用してないのだ。そもそも突撃直帰の効果で変化技は打てないからね。ラグラージのメインの方はステルスロックなどのサポート型。これはうまく相手に誤認させれましたね。どうやら持ち物は食べ残しみたいだな。ふっふ、そのアイテム、ラグラージが叩き落としてみせましょう。おいこら実況中に消えんな。相手視点からすると食べ残しを叩き落とされたくないよね。で、叩き落とすじゃなくてアクアブレイクを打ったのか。さっきの叩き落とすを見てテラスする可能性もありますからね。テラスのケアも兼ねてのプレイング。これは IQ180 ですわ。はいはい、すごいすごい。じゃあ後でドクロの薬飲もうね。なんでー、また食べ残しで回復されちゃった。けどここでテラスしないのは好都合。ここは叩き落とすでさらに負担をかけて。一撃技を一発で当てる奴は許さない。体どうなってんねん。ってことで行ってこいタスキラグラージ。このポケモンはどんな技も反射するカウンターミラーコート要塞用型。と言ってもお相手テラスする様子がなさそうなので、4倍弱点で削っちゃいましょう。よしよし、2体目もダウンですね。これでお相手は残り1体だな。最後はどんなポケモンが出てくるんでしょうか。フライボンでしょ。ってことで最後も案の定フライボン。すごいな、3体とも色違いじゃないか。いやまだ私が動画を使い回してる可能性も。言ってて悲しくならないんか。ここでお相手がテラスさんだよ。問題は何のタイプになるかだな。なるほど、鋼タイプですか。こっちの氷技が半減されちゃうよ。どうしよう。大丈夫大丈夫。かえってこっちのメインタイプの地面技が効果抜群になりましたからね。あれフライボンの特性ってグリーンだったよな。あっこれもう終わりですね。諦めるの早くね。いやまだだ、まだ勝機はある。ここはタスキラグラージ温存、リンドのミラグラージで体勢を整えます。お相手は言うの前、全滅する気満々だな。ラグラージの前とか踊れるのかな。もちろんもちろん、せっかくですし踊ってみてくださいよ。私のこと嫌い？お相手の技は自信。うおー、耐えてくれー。
よし、耐えた。そしてお返しのあくび。攻撃2段階上昇した自信を耐えるって、すごい耐久力だね。正直耐えると思ってなかったので適当にあくびとか打っちゃいました。信じてあげろよ。ここはお相手言うの前、相手倒してこなかったね。このラグラージは冷凍ビームしかないから辛い。やっとお相手が攻撃してくれました。お疲れ様ラグラージ、予想以上の耐えだったよ。これでどっちも最後のポケモンだな。最後のポケモンはさっき温存したタスキラグラージ。もしかしたら両刀の可能性もあるので、最大火力のテラス波乗りで行きましょう。いやー、水テラスラグラージ、かっこいいですね。問題は削り切れるかどうかだよな。まあもし削れきれなかったらパーティーから追放するんで。ラグラージ、その攻撃こいつに向けろ。お相手の攻撃は気合のタスキで耐える。そして HP が減ったことで特性の激流発動。お返しだラグラージ、くらえ、これがラグラージの火力だー。対戦、ありがとうございました。第3世代対決、なんとか勝てたな。ガンガンベギラマパイレッツ。聞き間違いのレベルあまりにもひどすぎない?対戦相手が見つかりました。ラグラージ、なんだかんだ御三家なので殴り合いが強いのがいいですね。草タイプが4倍弱点なのが唯一。対戦ありがとうございました。早い早い早い。いやいや、こんなのどうやって戦えばいいんですか。こんなの上から草技打たれておしまいじゃないですか。こういう時こそ立ち回りで対策しないとな。まあタイドレディア最終兵器は用意してますけど。まさかのピンポイントメタ。ドレディアって言ったら、オドミンのシェイドさんが好きなポケモンだよね。ってことは、これは実質シェイドさんと戦ってると言っても過言ではない。先発リンドのミラグラージ、控えにチョッキラグラージとタスキラグラージで行きましょう。対戦、よろしくお願いします。お相手の初手はドレディア、当然のように色違いだな。ならばこっちもドレディアだ。水上げすぎて病弱になった色してる。このラグラージは対ドレディア特化。草タイプの技を半減するリンドのみで、テラスタルを切らなくてもミラーコートでドレディアを倒せる方です。なのでミラーコートで返り討ちにしてやる。お相手攻撃してきてませんけど。対戦ありがとうございました。だから早いって。畜生、ミラーコートで返り討ちにしてニヤニヤする私の計画が。お相手 IQ200 超えてるねこれ。そんなバンバン高 IQ 出さないでもらえるかな。お相手は甘える、またもや攻撃してきませんでした。ふふ、ミラーコートが怖いだろう。うまい感じにミラーコートの圧が効いてるな。こっちはあくびで交換宅に持っていきます。さあ、眠るか交代で裏のポケモンを出すか選ぶんだな。早くこっちに裏のポケモンの情報を渡せ。情報というか裏のポケモンも全部ドレディアだけどな。お相手そのまま攻撃してきたよ。なに、眠るのが怖くないのか。しかしここはリンドのみで半減。それでもタイプ1だから結構削られたな。お返しのミラーコートで返り討ちとしよう。痛い痛い痛い。謝るから。弱気の冷凍ビーム謝るから。なんだよ、あれだけ言ってミラーコートじゃないのかよ。まさかお相手があそこで突っ込んでくるとは思いませんでした。けどお相手のドレディアはあくびで寝たので、このまま冷凍ビームで倒せそうですね。よしドレディアダウン。圧倒的不利なタイプ相性でも、今のところこっちが有利だね。いやー、よくやりましたラグラージ。後でご褒美200万円あげましょう。アラブの石油王かな?お手と用心棒できます。影にメイクらみすぎだろ。続いてやってきたのはドレディア。これも当たり前のように色違いだな。身代わりであくびをすかされても困るので、冷凍ビームで負担をかけていきますか。どうやらお相手の方が早いみたいだな。けど当初の目的通り一体持っていけた。お疲れ様ラグラージ、いい戦いでした。次に出すのはタスキラグラージ。次こそミラーコートで返り討ちにしてやる。さっきのターンでギガドレインがあったのは確認済みだからね。果たしてちゃんと決まるのか。お相手はギガドレインを打ってきたよ。よっしゃ、予想通り、ミラーコートのダメージは受けた特殊技の2倍。こっちが受けたダメージは174。ミラーコートを、くらえー。2体目のドレディアも倒せたな。すごいですよ、私戦えてますよ。いやー、これは完全なるエリートトレーナーですわ。え、なんでみんな黙るの?お相手はラストのドレディア。これも色違い、トレーナーの愛を感じるよね。HP が1残ってるので、せめて最後に一発攻撃したいところ。お、先制しましたね。こっちのラグは最速だから、もしかしたら耐久に振ってるドレディアかも?タイプ不一致だが効果抜群でもこれだけしか入らないんだな。これはお相手耐久に結構振ってそうですね。ラグラージ君もう少しやる気出してもらわないと困るよ。パワハラすんなよ。お疲れ様ラグラージ、ナイスミラーコートでした。そして最後に出すのはチョッキラグラージ。戦いもいよいよ終盤、互いにラスト1体ですね。今のところ互角くらいか。ここは相手のテラスも考慮して、ドラゴンテラス叩き落とすでいきます。
おおー、かっけー。やっぱりテラスタルってかっこいいよな。これを見るためにポケモン遊んでるまでありますからね。確かにそうだけど試合に集中して。お相手はギガドレインを打ってきたね。しかしこっちはドラゴンテラスタルで半減。そんな甘い攻撃、倍にして返してやるわ。かなりいい削りだな。え、花火ビークイン。耳にラップでも詰めた。対戦、ありがとうございました。圧倒的不利な相性だったが、よく勝利できたな。いやー、ギリギリの戦いでした。ドレディア統一に勝ったということは、これ実質シェードさんに勝ったということになりますね。はははは、オドミン最強ポケモントレーナーの座は私がいた。今日はいい天気ですね。何もごまかしきれてないよ。